はい。ファンダメンタルズプログラム運営の坪井です。本日はファンダメンタルズプログラムのメタバースの内容の方をご案内していきたいと思いまして、今会場入り口にいます。こちらそのビジュアルの方を使っているこの葉っぱですね。こちらの葉っぱの中に私たちが入れてしまうということになっていまして、はい。下見ていただくと展示会場です。我々今展示会場上空にいますが、早速展示会場の方に行ってみたいと思います。写真家の大月さんと都市環境学が専門の一ノ瀬さんによる栃木県の足尾銅山跡についてのフィールドワークの記録です。映像はいずれもドローンによる空撮映像で、左は人間の目と同じ可視光のカメラ、右は赤外線サーモグラフィーカメラを使用したものです。足尾銅山問題に再び光を当てることを試みるとともに、社会課題が忘れられるということにまつわる様々を扱います。白いアイコンのある展示物は、そのアイコン。こちら一つ目のブースは、写真家の大月さんと都市環境学の一ノ瀬さんによる展示になっています。タイトル、風景と社会課題とついています。動画の説明については今あった通りですね。こちらの方、写真家の大月さんと都市環YouTube の境方で学もが専門の合体し一ノた瀬さんによトーるタル4分のもの栃が木見ら県れるようになっ足てお尾ります。銅山跡についてのフィールドワークの記録です。映像はいず続きれまして、も後ろドのローン方によにる空行き撮ます映像と、で、左は人間の目と同じ可視光のカメラ、右は赤外線サーモグラフィーカメラを使用したものです。足尾銅山問題に再び光を当てることを試みるとらともに、に、社会。大月さんの方でまとめていただいた、一ノ瀬さんとの交流の記録の一部抜粋ですね、の方をご覧いただけます。はい。一ノ瀬さんが、過去に旅した場所であったり、初めて、足尾の場所を、訪れ、いや、そちらで働いてたことがあったらしいんですけど、その記録であったり、まあ、ドローンで飛ぶ場所の地図であったり、交流の中身がいろいろ書いてあります。大月さんと一ノ瀬さんについては、プロフィールの方、このような形になっておりますので、詳しくは一時停止してぜひ読んでいただければと思います。では、次のブース行きたいと思います。はい、続きまして。吉田優さんと福永真由美さんのスペーサスメでをすテーマね。に制作を続ける吉田さんと、環境社会学者の福永さんがアイデアと知識を持ち寄って共同制作した作品です。あなたの体に人工培養したフカヒレを簡単に生やせるというコンセプトの架空の培養キットを制作しました。フカヒレ培養を楽しみつつ、食べること、生きることについて考えさせる作品です。動画など音声のあるコンテンツは、音声ボタンをクリックすると音声のオン・オフを切り替えることができます。はい。吉田さんと福永さんは、お二人で、シャーキングやボディという作品を作っていただいています。こちらにご本人からの説明が書いてあります。で、こちらで、去年の12月に、実際に、この場所空間でお二人の交流について発表したんですけれども、その時の記録動画も、こちらの方よろでしごくお覧が願いたいだしけるようまになっす。ています。あと、こちらの方でせっかくなんで、吉田さんの方でプロモーションビデオを作っていただいていまして、
参考 URL をご参照ください。サーキングユアボディは、育って嬉しい、食べて美味しいフカヒレ培養キットです。手順はとっても簡単で、瓶を人肌で湯煎して小さなヒレを育て、当社開発のオリジナル培養接着剤であなたの身体に貼り付けるだけ。痛みもなく、素敵なヒレがあなたに生えます。キットの内容は、軟骨組織が入っている培養パック1つ、バイオ接着剤 S10 飲用フスキン 6g、H10 飲用フスキン 5g 2種類、肌美白クリーム 18g 1つ、接着剤塗布用のヘラ1本、栽培説明書が同梱されています。水の深さが培養パックの培地部分より少し上になるよう、鍋に水を張ります。お手持ちの低温調理器を鍋に設置します。温度摂氏 37.0 度に設定し、スイッチを入れてください。低温調理器の温度設定が摂氏37度まで調整されたら、そっと培養パックを入れましょう。お湯の温度と傘が一定であるように、様子を見ながら気長に育てましょう。7日から10日ほどで、4から5センチのヒレが育ちます。ピンクの培養液は徐々に青くなります。培養液がほぼ緑から黄に変色したら取り出す合図です。お皿はきれいに洗い、事前にアルコールで消毒してください。ヒレはまだ柔らかいので気をつけながら取り出し、準備したお皿の上に置きます。そのまま1時間、表皮が乾くのを待ちましょう。表皮が乾いたらいよいよ装着です。手袋をつけ、ヒレをつけたい箇所に、バイオ接着剤 S10 飲用フスキンを適量取ります。ヒレと同じ幅と長さに塗りましょう。バイオ接着剤 S10 飲用フスキンは接着面以外のところにつけない容器をつけましょう。接着箇所以外についてしまった場合は、速やかに水で洗い流すか、もしくは濡れ布巾で拭き取りましょう。5分ほどで塗った箇所が赤くなります。ヒレを優しく持ち上げ、ヒレを接着剤を塗布し赤くなった箇所の上に、ゆっくりと乗せてください。ヒレと接着面の間を埋めるように、バイオ接着剤 H10 飲用フスキンを塗ります。H10 飲用フスキンも当社開発のオリジナルバイオ接着剤医薬外品で、ヒレとあなたの皮膚の接着を支える役割を果たします。肌にヒレがつき、外皮が空気に馴染むまで24から36時間かかります。その間はヒレ自体がまだ脆いので、くれぐれも着衣などでヒレが傷つかないようにご注意ください。2週間ほどサメのヒレファッションを十分にお楽しみください。そのうち、サメのヒレが十分に育つと、自然にヒレがグラグラし始めます。接着剤ごと、ポロリと取れたら出来上がりです。サメのヒレが取れた皮膚は赤茶色の薄いかさぶたができます。付属の肌美白クリームを塗ってください。毎日塗り続けると、赤茶の皮膚は1週間ほどで元に戻ります。個人差があります。いかがでしたでしょうか？サメのヒレと過ごす新たなライフスタイルをお楽しみください。フカヒレの干し方は、参考 URL をご参照ください。はい、という感じでした。当日貼っていた、貼っていたパネルの方もこちらでご覧がいただけます。サーキングユアボディは育って嬉しい。はい、はい、こんな感じですね。ここにパンフレットもあります。こちらの方も PDF でご覧いただけます。全ページが。はい。吉田優さんと福永さんのプロフィールに関しては、このような形になっております。はい。
で、タイトルの他に一応主催による読解例ということで、この交流が私たちの日々とどういうふうな接点を結べるか、少し物語が語れるのかというところで読解例をつけていますので、こちらも楽しんでいただければと。まあ、ご自身のその読解を呼び水的なものとして、呼び水的なものとして考えていただければなという感じです。はい。吉田さんと福永さん、人と生物関係性の未来でした。ではサメ続をきテーまマしに制て、作を続すいけまるせん。吉田さんと、環境保護に取り組む福永さんがアイデアと知識を持ち寄って共同制作した作品です。あなたの体に人工培養したこっちですね。はい。今度は木村さんと富田さんの。植物や昆虫、石などを素材として用いるアーティストの木村さんが、発生生物学の富田さんとの交流の中で制作した作品です。2021年に交流を開始して以来、人間が何かを生き物っぽいと感じ取ることについて共に関心を寄せてきました。この作品は偶然手に入ったアマゾンの蝶の羽を素材として、鏡の中にだけ現れる架空の生き物を創作するものです。木村さんと富田さんによる作品です。こちらの方で、こちらはその別の展示の機会でもうすでに発表している作品になりますけれども、シリーズものなんですが、3つだけ展示をしています。この見えてる一個一個が別の蝶の羽なんですね。それがまあ、組み合わせて、架空の生き物のように見えるか。こちらの制作の過程で、木村さんと富田さんの間で行われたやりとりが、交換日記のように、実際に絵で描いたものがあるんですけれども、こちらも全部 PDF 化して、見れるようになっている。木村さんのスケッチだったりとか、試行錯誤の過程です。これが人の顔に見えるみたいな。で、富田さんから詳しい蝶の羽についての説明があったりとかっていうような形です。はい。あ、で、この作品についても木村さんからの説明が、こちらでご覧いただけますね。こちらもまた、一時停止して 読んでいただければと。そして、お二人のプロフィールは、植物や昆虫、石などを。こちらも一時停止して読んでいただければなと思います。木村さんと富田さんのブースでした。続きまして、分子の世界を生きる黒沼さんとレイ・ビガーさん、ブースですね。生物をレース編みでリアルに作るアーティスト黒沼さんと物性物理学者レイビガーさんとの交流から生まれた作品です。右は鉱物の一種コランダムの電子軌道を編み物で表現し、結晶の分子模型に取り付けました。左は有機化合物に含まれる構造の一つベンゼン環の電子軌道を編んだものです。目には見えないし触ることもできない分子ですが、その電子軌道を編んでいると分子を構成する電子が生きているように感じるそうです。
今見せたのがコランダムの方で、こちらが面前かな方ですね。ソロのように流れて。こちらは、普段はこのように、黒沼さんは、動物など、あるいは昆虫を聖地にレーサーみたいなので、こちらでは、初めてお二人が出会ったファンダメンタルズ・バザールというイベントでの、哲学の間に入っていただいての、あ、大丈夫ですか。記録動画もご覧いただけるようになっています。お二人のプロフィールについては、こちらもまた、一時停止してご覧いただければと思います。続きまして、さっきご紹介忘れちゃったんですが、吉田さんは、このように 3D オブジェクトの展示もございまして、これ吉田さんがご自身で作られたヒレですね。まあ、このように精緻に見ることができると。あるいは下から眺めてみたりとか、いろいろ見えるようになって。こちらがその培養したやつですね。ちょっと横から見えないんですが、下から覗くと、ヒレ的なものがあるのがわかこちら、別ウィンドウで、このオブジェクトだけぐるっと見ることもできるんですけど、今はせっかくなんで直接見てみて。では続きまして。はい。出口さんと佐伯さんのブースにやってきました。日本画家の井出口さんが惑星地質学者の佐伯さんとの交流の中で制作した試作品です。井出口さんと佐伯さんは鉱物を使った新しい顔料の開発などを主なテーマに2022年に交流を開始しました。この作品では佐伯さんから提供された素材が使われています。新たな素材で描く日本画として。この背景に、ドクロの背景になるのがその佐伯さんの素材ですね。また、じゃあお二人のプロフィールは、こちらになっております。見えにくいですか？はい。というところで続きまして、は、写真家の北野さんと、地球科学の寺田さんのペアのブースですね。写真が専門の北野さんと宇宙地球科学が専門の寺田さんによる作品です。中道体をキーワードに、地球外から地球に降ってきた石、隕石を地球にとっての他者として考える。この時、あなたにとって他者とは何者かを問いかけています。また、その他者とどのようにコミュニケーションを取るかなどを議論しています。白いアイコンのある展示物は、そのアイコンを。隕石と他者というタイトルですね。こちらに、説明がありますが、
何億いいですか、ね、はい。左側が北野さん、他者の肖像というシリーズの写真集ですね。で、右側が実際にその寺田さんの研究室で撮影された隕石になります。で、もう一つ、この手前にある 3D オブジェクトですが、はい、肖像と隕石というタイトルついてまして、こちら説明ですね。こちらもその北野さんが撮られたガラスの肖像写真というシリーズのうちの一つ写真と、実際に、こちらはその北野さんの方で実際に購入された隕石ですね。ちょっとでもすごく小さかったので、ここではスケールを変更して実際の4、5倍の大きさにしています。まあ、こんなように。いろいろ見れる。そしてその、海上寺にはこれらの作品の他に、北野さんの方で独自にアンケートの方を用意していまして、こちらですね。あなたにとっての他者とは何ですか？と。こちらもお読みいただければと思うんですけど、それをまあ会場に来られた一般の方、あるいはまあ参加ファンダメンタルズたちに回答を依頼して、まあ、貼り出されてる感じです。で、実際のこの回答内容というのも、こちらの方で PDF で全部見れるようになってます。こちらは、例えば、寺田さんの回答になってますね。はい、こちらも読んでいただければなと思で、口頭発表を、その12月のフェスミニでは皆さんにしていただいてるんですけど、この時に、まあ、板書もしていただいてます。その記録が、こちらですね。北野さん、キーワードとして中道体というものを使われていて。何かその作品体験というものと中道体という状態が似ているんではないか、ということなんです。で、実際その、どういうこと発表だったのかというのもこちらでご覧いただけます。はい。よろしくお願いします。で、北野さんと寺田さんのプロフィールに関しては、またこちらでご覧いただければと思います。はい。では続きまして、次のブースは、宇都宮さん、あ、ライフイズアポエムさんですね。この方はペアを組まずに個人で参加されていまライフイす。ズアポエムは主観と客観をテーマに作品を制作しています。ファンダメンタルズプログラムでは他の科学者、アーティストに積極的に主観と客観という自らの視点を投げかけることで得られた反応からさらなるインタラクションを通じ自らの課題を探求しています。これは実際の展示風景ですね。
ちらの左手の青いものが空という作品で、右側のブロックに組まれて、上の方にこうライトで照らし出されていますが、あとこちらに動画があります。こちらがその泡の雫という作品になります。で、それぞれこちらに用意があって、泡の雫の方は電子書籍として Amazon の方でも今ご覧いただけるそうです。宇都宮さんからのテキストをこちらでご覧いただけます。あ、違う、ライフイズスパイのテキストをこちらでご覧いただけます。はい。こちらプロフィールもご覧いただければと。そして、主観と客観の共存、併存というタイトルですね。先ほどのその北野さんの中道体という言葉と、あとこれから見る理論的宇宙論の難波さんの重力とか量子場とかその辺とすごく近い何かしらキーワードとして引っかかるそうです。こちらの、手前にあるのが、実際にその展示されたあの写真にあった青いオブジェクトですね。それもご自身で 3D スキャンして、ま、VR 空間に取り込んで回転させているのが、の赤い画像になりますね。こちらがその展示した実際のあれを 3D 化したものになります。反対側から見るみたいなこともできますね。では続きまして、先ほど名前が挙がりました。理論的宇宙論の難波さんと写真家の森さんのブースに行きたいと思います。こちらです。写真家の森さんが理論的宇宙論の難波さんとの交流の中で制作した作品です。森さんと難波さんは2022年に交流を開始し、自然を描写する方法としての物理学と写真に焦点を当てています。この作品は過去に撮影した海面の波の写真を線対称に4つ組み合わせ、初期宇宙をイメージして色を調整しています。こちらが森さんの写真作品ですね。今、説明があった通りで。この4分の1のやつを、まあ、パタパタパタと。4つ組み合わせて、このような図像を作っている。っていう形になります。そして、で、こちらが、トークの時の板書になりますね。これは主に難波さんの説明ですね。そして、同様に、こちらの方で、当日のおはい、話ですね。はい。説明の方もご覧いただいて。
自然現象の奥に横たわる法則を感じるということというタイトルですね。お二人のプロフィールについては、同様にこちらでご覧いただければと思います。合わせて読解例もご覧いただければと思います。で、こちらのその動画の手前に赤いのがあると思いますが、この写真の印刷の作品とは別にもう一点、アクリルで厚みを出してある、そして後ろから光を当てている作品もありまして、仕組みとしては同じように一つの写真を四つ組み合わせているものになるんですけれども、タイトル、先ほど南波さんの説明のところにあった式が出てますね。では続きまして。医療工学の石川さんと、穴を掘っているアーティスト、古谷早紀さんの様子に行きたいと思いごくプリミティブな穴をテーマとして活動している早紀古谷さんと医療工学が専門の石川さんによる作品です。生と死、老いという根源的な問いを共有しました。特殊な技術により枯れにくくなった花たちが会話しています。年齢も性格も異なる3人の会話に聞こえますが、実は1人の人生の話になっており、3人が未来、過去の自分と会話しています。動画などこちらはその実際の展示風景ですね。花瓶の中にお花が3本刺さっている。このお花がその石川さんの特殊技術により、要するにすごい色の残った、まるで枯れてないように見えるけれども、ドライフラワーの一種みたいなものですね。こちらにそしてそれの 3D オブジェクトが貼ります。音声も合わせてお聞きいただきましょう。特殊な技私術はに一より生努力枯れしに続くくけなっまた花たちが。イントロダクションとかぶってしまいます。これはじゃあちょっと別のあれで見ましょうか。こちらがさっきご案内した展示物だけで見れるっていう別のっていうですなにね。これなにこれ、ウケんだけど。今日何？てか、あんた誰？私は知らないわよ。あなた失礼ね。もうすぐ主人が帰ってきちゃうわ。ああ、どうでもいいけどさ、別に時間あるし。まあまあ、せっかく集まったんだから、ゆっくりすればいいんじゃない？ばあちゃんもいたの？何これ、超謎ウケる。いいよ別に。うちら毎日食べてるだけだし。超暇。私は忙しいのよ。フラワーアレンジメントのお教室にも行かなきゃいけないし。なあ、それ楽しいの？ちょっとバカにしてるでしょ。楽しいからやってるの。お花がお家にあると主人も喜ぶし。主人って、あんたの人生主人に持ってかれてね。だいたいさ、男って花喜ぶ。おばさんの自己満なんじゃね？おばさんって言わないで。あなたより全然お肌も部屋も綺麗でしょ？二人とも十分お若い。確かに！
にばあちゃんよりは。一緒にしないでくださいます。私は毎日たくさんケアしてるんですから。そんなに日焼けして10年後に泣くわよ。10年後とか考えたことね。大丈夫よ。細胞はずーっと生き返ります。私はだいぶスローペースですけれどね。若い頃はいろいろ気にしましたけれどもね、今は毎日お茶を立てて、お庭を眺めているのが最高に幸せね。マジつまんなくね、それ。あなただって毎日同じところにためろってグダグダしてるんでしょ？同じじゃない？でもまだ風邪もかんし、時間超あるし。そんなこと言ってられるのは一瞬よ。仕事とか彼氏とか見つけたらどう？どっちも興味ねー。うざいじゃん、うるさいし。シェイク飲んで友達と食べてる方が風邪まし。何かないの？綺麗になりたいとか、仕事で認められたいとか。まあまあ、人それぞれね。幸せの形は。私も、いろんなものが欲しかったこともありました。でも、手に入れたら、いらなくなっちゃったわね。不思議ね。あなたたちを見てると、昔の自分を見ているようだわ。とにかく、私は一生努力し続けます。つか何努力って。また自己満の話？好きだね。ずーっと変わらないと思ってたよ。でも、振り返ってみれば、何度も生まれ変わったようだよ。おばさんもこのばあちゃんみたいになったりして。何これ、何これ、ウケんだけど。はい、というような作品になっております。はい、続きまして、同じく、あ、そんなことなかった、石川さんと古谷さんのプロフィールはこちらになっております。はい。では続きまして、同じく石川さんとアーティスト、牛尾さんのブースに行ってみます。こちらですね。現代美術家の牛尾さんと医療工学が専門の石川さんによる試作品です。トランプのカードを使った作品で、2人が交流の中で見出したキーワードをトランプの形にまとめています。工学者とアーティストの異なる思考性は、双方にとってままならない状況を生みますが、それに向き合い続けています。ということです。こちらに、まあ当日のこと発表ですね。ちょうどその、牛尾さんも、先ほどのさっき古谷さんも海外にいらっしゃって、当日いらっしゃれなかった。はい、それでは始めます。おはようございます。はい、石川さんの方で代表してお話しいただいて、お二人のビデオレターという形で登場いただいていますね。で、こちらその当日の板書ですね。こちらに、石尾さんからのフィードバック。アルゴジルズについて。実際の石川さん演
じはだいたいこのような感じになって。で、こちらに牛尾さんからの。で、枯れたお花の分析展示とコマンドカードをそれぞれ展示するということになって、こちらにそのコマンドカードの方にも 3D オブジェクトがあります。こちらは少し字を読めますかね。内心なかったものが突然出会う。突如出会う。うって書いてあるので、これは牛尾さんですね。え、石川さんのお花の 3D データがですね、どうしても重くて載せることができず、こちらの方に記録写真として載っています。はい。で、牛尾さんと石川さんのプロフィールに関しては、こちらをご覧いただければと思います。では続きまして、アーティストの前川さんと、先ほど木村さんとのペアを組んでいた、長谷生物学の富田さんのペアのブースですね。いろいろな関係や社会制度の内側に入り、制作活動を行う前川さんと、発生生物学の富田さんによる、模型の交換 A の資料と、経過報告の記録映像です。2022年に行いました。模型の交換ではあえて可能な限り言語化をしていません。言葉から一旦離れ、相互に模型に改変を加えて送り合うことから浮かび上がってくるものを眺めようとしています。というところで、潜在的、顕在的なシステムの考察というタイトルをつけています。こちらがその模型の交換 A ですね。こちら、お二人で模型を交換していて、左上から上下に、前川さんが送って、それを富田さんの方で改変して、また送り返して、前川さん送って、富田さん送って、前川さん送って、富田さん送って、っていう風なやり取りをして増殖していったものたちが、まあ、当日会場に展示されたのは、このような形ですね。はい。で、まあ、すごくいっぱいあるんですけれども、まあ、全部を 3D 化するというのは、場所的にも、金銭的にも、ちょっと間に合わない。できなかったので、一部をこちらの方に 3D 化しています。なので、まあ、特にこれを選んだという理由はあまりないということです。まあ、いろんなものがあるよっていうのをちょっと見せるっていう形ですか。この模型はまあ、面白いなと思うのは、実際のリアルの展示もまあ模型で完成品ではないので、このようにその 3D 空間に模型の 3D 化という形で出てきたとしても、なんていうか、現実の劣化版っていう形ではなくって、なんかまた全く違う何か別の面白いものみたいになっているのが、
面白いのかな。ちょっともうあんま見たことがない。景色ですね。このような感じで、いろんな模型が。というふうに 3D のオブジェクトなので、自分で近づいていろいろこう、見たいようにぐるぐる見れるのが、新たな発見がある。というようなところで、田さんと前川さん。こちらにも二つ動画上がっているのは、一つは、その12月のフェスであった、コート発表の、記録動画ですね。じゃあ、よろしくお願いします。で、もう一つがですね、パークという、そのフェスとは別に、3ヶ月に一度ぐらい、今少し進捗のあったペアの人たちに交流をオンラインで発表してもらう。はい。今そこに哲学の方に入っていただいてコメントもらうっていう、クローズドの会をやってるんですけれども、その記録ですね。はい。で、こちらに、お二人のプロフィールを、どっかよりもありますので、ご覧いただければと思います。はい。では続きまして、同じく前川さんと、今度は数学の中島さんペアのブースに行ってみます。触ることで成立する作品を作る前川さんと、新しい空間を作る数学者の中島さんとの交流にまつわる資料です。中島さんは、数学で扱う対象を語るには適していない、日常の言葉を用いた解説を試みる。前川さんは、得た情報から手を介して思考するために模型制作やドローイングを行う。当面はこのような対話を進めています。白いというペアのブースですね。タイトルは、新しい空間を描く。それは可視化できない。ということになっています。今、正面に見えているのが、中島さんのお話を聞いて、前川さんの方で試行錯誤をして、書いた、本来書けない空間の、本来可視化できない空間を、なんとか、可視化したものになっています。結局、この線を開発したんですよね。新しい言語を。数学は、すみません。私がこの中島さんが所属する研究所の広報だったり、あとこのペアの面倒を見てるということもあって、ちょっとだけ言うと、何を落としてたか忘れちゃった。あ、そうそうそう。IPMU なんですけど、私が所属する研究所って。数学と物理天文学で宇宙の謎を解き明かすという研究所なんですが、なぜ物理、宇宙の物体も物理法則の一つで説明できるので、宇宙と物理、天文学っていうのはわかるけど、なんで数学なんだって言われるわけなんですけども、それはまさにその新しい現象を記述するためには新しい言語が必要なんですね。で、それを担うのが数学ということで数学が入ってるわけなんですけども、実際その前川さんも可視化できないものを可視化するために何をしたかというと、新しい言語としての線を開発したということに結果的になったようです。で、こちらの方で、出てるのは、
中島さんが前川さん相手に、その数学のレクチャーをしてるわけなんですけれども、このレクチャーシリーズの一部を3回分 ?4 回分かな、公開してるって感じですね。で、下にある動画が、この12月にあった、フェスでの口頭発表の記録動画ですね。はい。はい。で、まあ、今のところそのドローイングの他にも、まあ、こちらでそのオブジェクト、模型の方も作っていて、先ほどの富田さんとはまた違う形のオブジェクトですね。まあ、こちら今オブジェクトの中に自分が突っ込んで見てるわけなんですけども、オブジェクトの中に一体化できるというのはなかなか面白いんです。で、こちらはまた違うタイプの模型ですね。あ、そっか。タイトルがついてますね、この二つに。はい、このようになっています。で、もう一つ載っけているのは、前川さんの元々のご自分の作品ですね。本来はまあこれ見えないですけども、こう両手、左と右からそれぞれ手を入れると、今ちょっと、なんか見えたと思いますが。まあ、このように。あんま見えないように今なってるんですけど。ここからまあ手を入れて、中に実はこれ、中入ると見えちゃうんですけど。このように。それぞれ違う2種類の。あ、これちょっと見えてますね、下が。はい。もうこのように。二種類の違うオブジェクトが入っていて、それをまあ手で触って頭の中で合成するっていうの。触ることで体験する作品というのが作られていると。いうのでもこの部分なんですけど、これもその実際その触れる、ボコボコしてるんですよね。触れるドローイングになってる。はい。で、前川さんと中島さんのプロフィールについては、こちらで、読んでいただく。あ、ちょっとこれ開いちゃいましたが、NFT っていうのも実はやってます。はい、前川さんと中島さんと、はい、読解編についてもよろしければご覧ください。はい。じゃあ続きまして、今度は、絵画の山本さんと、数学とグラフィックスプログラミングの葉山さんのスペースですね。にやってきました。絵画の山本さんと、数学、グラフィックプログラミングの葉山さんとのコラボレーション作品です。山本さんと、葉山さんは2022年に交流を開始、手始めに山本さんの絵画を構成するいくつかの要素を 3DCG の空間上で可能な別要素に置き換え、プログラミング言語で表現・出力するとともにリアルタイム CG としても表現しました。はい、というふうなことになっていて、今見えてる三つが、その山本さん普段は円を組み合わせた、そしてその、それを何層にも、透明な下地みたいなところに描いた丸を何層も重ねることによってっていうその絵画作品を作ってるんですけども、今回その山本さんのその、絵画を、まあ、3DCG 化する。みたいなのが、まあ、根っこにあるようなプロジェクトですね。で、その、今この3点は途中経過ですね。その葉山さんの方で、
プログラムを書いて生成させてるわけなんですけれども、これはリアルタイム。まあでもその中でもいろいろ、なんでしょうね。その円と円が重なった時にどういう振る舞いをするかとかって、そういうところがその山本さんの中で法則があるんですけれども。それをもっとこう、もっとこう、みたいな。ところでやりとりの中で出来上がった最終形が、こちらですね。こちらの作品になります。これがですね、実際にはその札幌の駅前の何ですかね、そのこういう形で超でっかく展示されておりました。で、同様にですね、こちらをウェブ上でのそのインタラクティブな作品としても発表していて、それを今でもご覧いただけるんですが、こういう感じですね。これで、その、今、マウスの位置を動かしています。今、右上から左上に動かしました。そうすると、その色が変わっているのがわかるかと思います。という、このような、インタラクティブな発表もしていらっしゃいます。で、北海道が山本さんで、で、葉山さんは東京なので、お二人基本的にオンラインでやり取りされていて、そのまあ、なのでまあ、基本的に全部記録が残っているっていうところで、こちらでその全部、一部抜粋を山本さんの方で作っていただいています。その記録も、まあ、先ほど言ったみたいにもっとこう、みたいな山本さんのこの、葉山さんに伝えるときのそのスケッチとか、含めて見れるようになっています。で、その山本さんの方でこうブレンダーでこういう感じみたいな説明もあったりとか。宇宙経過がこうなってて、みたいなとかですね。で、最終こうなります。というところです。はい。山本さんと葉山さんの、プロフィールに関しては、こちらでご覧いただけます。読解例についても合わせてご覧いただければなと、思います。では続きまして、三好さんですね。アートにおける。三好さんは自然科学に基づく要素や成立基盤を持つ作品を制作しています。ファンダメンタルズプログラムではアートにおける科学要素の解説方法を模索中です。ということで、三好さんもペアを組まずに参加されているアーティストですけれども、タイトル、アートにおける化学要素の解説とはという形になっています。で、実際ここに展示されているのは、過去に作られた作品ですけれども、対になってますね。で、こちらの詳しい説明の方は、こちらの別途ウェブサイトの方で、解説が見れるようになってます。こちらはその、3次元のペンログ構造の条件で制作した、
3GCG モデルですね。で、これを、ミュースさんの方で潰したモデルっていう形になっていますね。影で見ると違いがすごくよくわかるということで。で、三好さんのプロフィールに関しては。三好さんは自然科学に基づく要素や成立基盤を持つ作品。このような形となっています。じゃあ続きまして、ネルホルと、神経医学の写真を使った彫刻作品を制作するアーティストデュオのネルホルと、神経美学の石津さんは、2021年に交流を開始しました。この交流の中で、ネルホルは、美術作品を制作するということについての評論を執筆しました。論文はこの夏発行の心理学評論アートと心理学特集号に掲載されます。また同号には石津さんの論考悲劇芸術と仮想の悲しみも同時掲載されます。はい、というところですね。こちらの図は石津さんによる、何ですか。なんかその愛関するもの。それらがその実際にその脳のどこが活性化してるかっていうところで見て取れるという。その実際のその脳の実験データの画像になりますね。まあ、その、このオレンジ色の部分が、こう、悲劇が表現するポジティブな感情としての美で、左側がその悲哀、苦痛みたいなものと、まあ、結びついたような、もうそれぞれ違う場所が活性化している。はい。で、お二人のそれぞれのプロフィールについてはこちらをご覧ください。はい。では続きまして。映像作家の沢崎さんと3人の科学者のブースですね。3名の科学者、医療工学の石川さん、都市環境学の一ノ瀬さん、表面界面科学の港さんと映像作家の沢崎さんによる3種の観測デバイスを用いて行う共同研究の紹介です。右は視点解析デバイスを装着して4名が一緒に街を歩いた記録映像です。左は2021年度に一ノ瀬さんと実施した街歩き対話の記録映像です。動画など音声のあるコンテンツは音声ボタンを、はい、今は説明があったのはこちらの図像ですね。こちらの赤い丸が実際その視点ですね。それぞれこの4区画してる人、4人それぞれ違うところを見ているっていう。まあ同じところを歩いてるんだけれども、全然違うところを見てるというのがよくわかるものですね。音声ちょっと出してみましょうか。左は2000。ちょっとやっぱかぶっちゃいますね。はい、で、こちらは、去年のフェスミニに、沢崎さんが出品された、
それぞれの科学者に、まあ、話を聞くっていうような記録動画、ちょっと他のやつが映っちゃってますね。になってます。沢崎さんと、まあ、その3人の、それぞれの方たちが、まあ、それぞれ違うデバイスを使って、それぞれ観測データを取るっていうところから、まあ、それぞれのデータを、まあ、統括的に利活用するような、何か新しい手法を見つけ出したいという沢崎さんのプロジェクトになっています。はい、こちらでその詳しい。見えてますか？で、それぞれ皆さんのプロフィールはこのような形になっています。どっかにも出しておきます。そうしましたら続きまして、インスタレーションやドローイングをされるあさとさんと、絵画やインスタレーションを制作する安里さんと、神経科学、計算論的音楽学の大黒さんによる交流の記録です。安里さんと大黒さんは2022年に交流を開始しました。安里さんがドローイングを描いている状態の脳波を計測。人間が無意識的に発する波と意識的に描くドローイングの間に何があるか探求する試みです。ということで、身体は描くラインというタイトルをつけています。展示物をいろいろ見ておきますと、まずこちらですね。この動画が、実際にその安里さんが大黒さんの閉塞。こちらでその YouTube で全部フル画面が見る、フル画像が見れるんですけれども。始まります。ここは結構大事だからね、場所。こうやってグッてやってみて。こうやってやったときに、ここが膨らむ場所。もうちょもうっちょっと下。と、Yeah, the pinching movement usually is also helpful. Okay. すみません。Do you mind if I check it as well? Yeah. Could you do a pinching movement like this? Pinching like movement, つまむ movement. Yeah, that seems to be on the, yeah, on the paper. Great. Great. Okay. Just for record. Yeah, of course, no problem. Okay, please look straight and I will start administering the shock again. Okay. Administering, sounds great. Perfect! めちゃくちゃよくね。めちゃくちゃよくない。もうオンスポットじゃない。Perfect! わあ、すごい。なんで？無意識で動く。すごい。何これ？今オンスポットじゃない？めちゃくちゃすごい。これ撮ろう。すごい。すごい。記念に。Can I try one more time? Yeah. Just to see if I get Yeah. これこれすごいの。わあ、すごい。めっちゃ痛い。面白い。何これ？ Please make your vehicle around.動いてる？指も。動きますよ、動きます、動きます。 One more time? Oh, great, great. すごい、すごい、すごい。違う、こっち、多分こっちはすごいよね。これ当てるのすごい難しいんですよ。すごい。だから一発で当たってすげえ。無意識だよね。行きます、行きます。Do you want to try it? Yes. Shall we?
絵画やインスタレーションを制作する麻里さんと、でこの計算論的音楽学の大黒、こちらはその実際のその時に撮った脳波のデータですね。はい。で、こちらが、その実際に脳波を撮っている時に、麻里さんの方で描かれたドローイングになります。普段から麻里さんは、まあ、この葉っぱのドローイングをされているそうなんですけども、磁気刺激を受けながら描いたドローイング。でまあ、そうじゃないときに、まあ、まあ、普段やってるドローイングっていうのが、まあ、大体このような形で、は下の方が葉っぱのドローイングだったり、上の方は、マレーシアの方、影人形の絵をモチーフにしたドローイングだそうです。で、麻里さんたちも、ここにちょっと磁気刺激のテストの実際どんなことをやったのかの説明がありますね。はい、見えるでしょうか。で、こちらが同じく去年の12月にやったコート発表の記録動画ですね。はい、じゃあ、よろしくお願いします。とりあえず全編見るようになってます。で、まあ、お二人のプロフィールの方は、こちらでご覧いただければと思います。どっか入れも合わせてご覧いただければ。さて、そうしましたら次のブースですね。最後になります。こちらもその一人で参加されている作家の飯島さんによるブースですね。飯島さんはこれまでリサーチとして様々な角度から公共空間について考えるため、公共空間と恐怖症との関わりをテーマに、恐怖を自認している人へのインタビューを行っています。今回の口頭発表は、このリサーチが科学者や他のアーティストの目にはどのように映るのかを得るため、公共空間と恐怖症との関わりについて議論したものです。はい、ということで、飯島さんはあまりまあ、このファンダメンタルプログラムの作品制作っていうものは見据えずに、他のいろいろな科学者やアーティストの反応を見るとか、少しラーニング的な目的で参加をされているそうなんですけれども、去年の12月のフェスミーにおいては、自分が行っているその公共空間と恐怖症っていうものについて、そもそもその科学者とアーティストが初めて出会う場所であったそのバザールにおいて、まあ、この話題で少しお話ししたということもあって、まあ、その後の進捗という意味でもこの話題をもう一回持ってきて、で、まあ、自分一人ではなかなか話が難しいということで、川上慎太郎さんという精神科医の方と一緒に今進めている飯島さんのリサーチについてお話をいただいた、まあ、記録映像の方こちらで、はい、それでは1時10分になりましたので、はい、まあ、ご覧いただける形になっています。で、当日は、まあ、そのノートの方に書いた記事を、まあ、板書として貼り出して、まあ、そこにその川上さんが少しコメントを出すみたいな形の展示をされていました。
実際のこの記事自体も、ウェブサイトの方でリンクを貼ってみれるようになっています。で、飯島さんのプロフィールについては、こちらをご覧ください。はい。はい。というところで、全18ブースのご紹介をすべて終えました。ところどころご覧になられているかと思いますが、こちらにあるピラーですね。とか、あと、まあ、遠くの方には見えてるかと思いますけれど。はい、こちらの石状のもの。はい、これは、ファンダメンタルズにはおなじみの。はい、あの、石ですけれど。上空を見ますと、上空にあの、始まりのスペースですね、が見えます。はい。という形で18ブース、あれ、ぜひ、皆さん、楽しんでいただければ何よりです。では、ご紹介でした。